誰か来た。そうだ、あれ見せてやろう。ああ、今度の旅は大変。ここはどのあたりかしら。いいお友達に会えるかな。なんですかそれ。ノコギリザメの花さ、ビーチで見つけたんだ。よかったら持ってってよ。遠慮します。それよりあなたの名前とここはどこかを教えて。僕はカニのニック。ここはカナダさ。森の綺麗な国だよ。まあ綺麗な森を見てみたいわ。見てってよ、近くだから。あっちだよ。ありがとう。それじゃまた会いましょう。本当に素晴らしい森だわ。あ、ほら倒れるぞ。あなたはビーバーね。そうさ、ビーバーのビーブだ。で、君は誰だ。私はラディ、渡り鳥よ。アフリカから来たの。私は生まれも育ちもカナダ。でもビーブ、どうしてこんないい木を切るの。私の家を守ってるダムが大水で壊れそうなんで修理するんだ。あいと、あいとっとっと、前歯が、自慢の前歯が。どうしたのビーブ。ねえ、私に見せて。国では私歯医者もやってるの。うん、トゲが歯茎に刺さって少し傷がついてる。これでよし。抜いたけど少し前歯を休めた方がいいわ。ダメだよ、早く治さないとダムは完全に壊れてしまう。同じくらい歯が丈夫なお友達いない。うん、リスのクリックロならできそうだけど。じゃあ頼んで手伝ってもらいましょう。はい、はーい、はい、はーいた。お見事。はい、はーいた。いやー、クリックロー、あなたとてもいい歯をしてるのね。木の実を割るなら誰にも負けないね。その歯を私に貸してほしいんだが。歯を貸すだって？無理だよ、取り外し効かないもの。ビーブが前歯を怪我しちゃったの。助けて、お友達でしょ。私の代わりにあと一本木を切ってもらえないかな。僕の歯でそんなにできるかな。ねえ、やってもらえないかしら。よし、試してみるか。その大木だ、クリックロー。よし。あ、すごいすごい。いいぞ、その調子だ。あれ、歯が折れちゃったよ。まあ大変。切り口に刺さってる。こうなるのは分かってたんだ。もう木の実が食べられないじゃないか。ああ、これではダムの修理は絶望的だ。どうしよう。待って、落ち着いて考えてみましょうよ。まずクリックロー。あなたたちリスの歯はまたすぐに生えてくるから安心して。それからビーブ、木を切るのは何とかするから、ちょっと待っててね。ニック、カニのニックいる？いるよ。なんか用かい？何でも言ってみてよ。実はね、お願いがあるの。さっきのあれまだ持ってる？もうダメだ、歯が使えなくてはダムが直せない。木の実だって食べられないし。おや、ラディ、君は一体何を持ってきたんだい？これで問題解決よ。さあクリックロ、あなたはこっちを持って、ビーブはそっち側。さあ。ああ、わかったよ。こうするんだ、ビーブ。そうそう、頑張って。おお、やったぞ。ありがとうクリックロ、ラディ、これでダムの修理ができる。ビーブはいいかもしれないけど、僕は木の実を割れないままだ。歯が生えてくるまでハサミで我慢してくれる？ハサミって？それ何の話だい？とても便利な万能わさみよ。では登場してもらいましょう。カニのニックさん、さあどうぞ。カナダに住むカニのハサミはシュビドゥバは強い。素敵よニック。さあ腕前を見せて。いいぞいいぞ、すごいぞ。スピードテクニック、僕らリスに負けないくらいだ。ご用の説はいつでもお呼びください。それじゃあ歯を大切にしてね。歯磨きも忘れないで。また会いましょう。ダメだ、歯が使えなくてはダムが直せない。木の実だって食べられないし。おや、ラディ、君は一体何を持ってきたんだい？これで問題解決よ。さあクリックロ、あなたはこっちを持って、ビーブはそっち側。さあ。ああ、わかったよ。こうするんだ、ビーブ。そうそう、頑張って。
おお、やったぞ。ありがとうクリックのラディ、これでダムの修理ができる。ビーブはいいかもしれないけど、僕は木の実を割れないままだ。歯が生えてくるまでハサミで我慢してくれる？ハサミって、それ何の話だい？とても便利な万能ワサミよ。では登場してもらいましょう。カニのニックソン、さあどうぞ。カナダに住むカニ、見てってよ、近くだから。あっちだよ。ありがとう。それじゃまた会いましょう。本当に素晴らしい森だわ。あ、ほら、倒れるぞ。あなたはビーバーね。そうさ、ビーバーのビーブだ。で、君は誰だ？私はラディ、渡り鳥よ。アフリカから来たの。私は生まれも育ちもカナダ。でもビーブ、どうしてこんないい木を切るの？私の家を守ってるダムが大水で壊れそうなんで修理するんだ。あいと、あいとっとっと、前歯が、自慢の前歯が。どうしたのビーブ？ねえ、私に見せて。国では私歯医者もやってるの。うん、トゲが歯茎に刺さって少し傷がついてる。これでよし。誰か来た。そうだ、あれ見せてやろう。はあ、今度の旅は大変。ここはどのあたりかしら。いいお友達に会えるかな。なんですかそれ。ノコギリザメの花さ、ビーチで見つけたんだ。よかったら持ってってよ。遠慮します。それよりあなたの名前とここはどこかを教えて。僕はカニのニック、ここはカナダさ。森の綺麗な国だよ。まあ綺麗な森を見てみたいわ。その大木だクリックロ。よし。わ、すごいすごい。いいぞ、その調子だ。あれ、歯が折れちゃったよ。まあ大変。切り口に刺さってる。こうなるのは分かってたんだ。もう木の実が食べられないじゃないか。ああ、これではダムの修理は絶望的だ。どうしよう。待って、落ち着いて考えてみましょうよ。まずクリックロ、あなたたちリスの歯はまたすぐに生えてくるから安心して。それからビーブ、木を切るのは何とかするから、ちょっと待っててね。ニック、カニのニックいる？いるよ。なんか用かい？何でも言ってみてよ。実はね、お願いがあるの。さっきのあれまだ持ってる？もう抜いたけど、少し前歯を休めた方がいいわ。ダメだよ、早く直さないとダムは完全に壊れてしまう。同じくらい歯が丈夫なお友達いない？うん、リスのクリックロならできそうだけど。じゃあ頼んで手伝ってもらいましょう。はい、はーい、はい、はーいた。お見事。はい、はーいた。いやークリックロ、あなたとてもいい歯をしてるのね。木の実を割るなら誰にも負けないね。その歯を私に貸してほしいんだが。歯を貸すだって？無理だよ、取り外し効かないもの。ビーブが前歯を怪我しちゃったの。助けて、お友達でしょ。私の代わりにあと一本木を切ってもらえないかな。僕の歯でそんなにできるかな。ねえ、やってもらえないかしら。よし、試してみるか。